はい、こんにちは、タカです。それではダイソーノート7冊目、アルテサノ、ちょっとね、読み方は分かりませんが、これね、このペンギンがちょっと万年筆みたいな、スケペンみたいな持ってますよね。さあ、果たしてこのノートはどうなんでしょうか。これはね、結構薄い印象はね、なんか薄く、紙は薄めかなという気がしますけれども、いつもね、モンブラン、カスタムヘリテージ、パイロットのカスタムヘリテージ912フォルカン、セーラーのショート軸、ま、この3本使ってたんですけど、はい、これ、ちょっとね、前にコメントでもあったんですが、カーボンペン、プラチナのカーボンペン、これもね、加えていきたいと思います。カーボンインクですね。カーボンインク、これはセーラーのキワグロで、パイロットのカートリッジブルーブラックで、モンブランのミッドナイトブルー、万年筆はこの4本使っていこうかなと思ってます。で、あとはまあ筆ペンもね、一応ですけど、はい、というわけでモンブラン行ってみましょう。結構インク吸うなっていう印象はありますけど、結構際どいですね。ちょっと裏抜けが一部分来ちゃってるんじゃないかという。あとね、やっぱり紙が薄いっていうのは書いてても感じます。なんかね、ちょっと薄いかなという気はします。次、パイロットカスタムヘリテージ912、やっぱフォルカンって書きやすいな。書きやすい。書いてて楽しい。ちょっとね、にじんでるかな、紙は。おお、裏抜けがやばい。これはなかなかの裏抜け具合でした。結構すごいですね。なるほど、この紙、このノートはちょっと万年筆には向いてないか。
セーラーのショート軸いってみましょう。うん、このねショート軸も書きやすいんですよ、とっても。うん、にじみはねないです。ああ裏抜けもないか。キワグロって結構優秀なインクなのかなね。はい、じゃあ、今回から登場しましたカーボンインクプラチナ、カーボンペン。カーボンインク。やっぱりキワグロと比べると黒のタイプが違う。うん。でもね、この書き心地とかも含めて、カーボンインクもね、いいインクだと思います、僕は。うん、そんなにじみは感じないですよね。裏抜けは、あーギリギリちょっと危ないね。ちょっと危ないね。でも一番すごいのこっち、パイロットのブルーブラック、次がカーボンインクで、モンブラン、キワグロは全然。うん、なるほどね、面白いですね。これだけで随分そのインクの違いっていうのは大きいんだなぁと。うん、じゃあちょっとね筆もサラサラっといきますか。筆、まあこれはもうね、裏写りはするでしょう。筆ね。筆風サインペンもいってみましょう。あ、インク吸ってるなって感じは確かに、この筆風サインペンもあるな。感じる。うん。まあ、裏写りはしてる。裏写りというか、裏写りじゃないや。透けて見えるけど、裏抜けは特にって感じです。筆風サインペンもですね。うん。はい。というわけで、この、アルテサノというんでしょうか。万年筆には、不向きでしょうという印象です。